吉田さん、家族のためとかお客様のためとかそういう言葉ありましたよね億万千鶴しくて。じゃあですね今家族のためにやったんでしょうかここまでお客様のためにどうやったんでしょうかこれじゃないですかね結局は収入も増やしてないお客様の問題解決にも至っていないということであればじゃあ何のためにもなってない数年間を 過ごししたとといいうことになってしまいますよねそれから本当にお客様のためとか家族のためとか言うならねうんやっぱり奥満がしくで私のフェイスブックライブに、まあ、対談で出るってことが分かってるときに何も準備がないっていうのは一体どういうことなんですかね。まあ、そこですよね私がすごくあの活を入れないけんなと思って喋ったのはねあの時。 多分、生涯で、今後、もうないと思うんですよ。Facebook ライブで、5000人近くの、この、フォロワーさんを持っている、そういったアカウントを使わせてもらう機会とか、YouTube チャンネルで、登録者がね、1万人前後以上いる人のアカウントで発信するチャンスはもうね、生涯ないと思うんですよ。そのチャンスがあったのに、そのチャンスを生かせずに、 一体どんなチャンスを狙っているんでしょうかねさあそしてですね、まあ、男女のことについてなんですけども私はねやっぱりこうジェンダーなんとかっていうのはなんかものすごく違和感があってねじゃあ男女平等っていうならじゃあ重い荷物がありますこっち5 0キロこっち5 0キロです男性が一人女性が一人いますどうなんですかね両方とも男女同権だから同じ5 0キロ重りを持っていきましょうって話になるんですかね やっぱりそこでね男女の質のの差ってていうう出てくると思うんですよ男は涼しい顔して重い荷物2つを持ってあげるとかね女性の持っているバッグをさりげなくねこう手伝ってあげるとかってなると思うんですよで逆に男女同権っていうなら女性がね男性が重い荷物を持ってるのを私持ちましょうかって言葉が出なくちゃいけないんですよでも出ないですよねこれはで出たところで男性は断りますよねいよいよ自分でできるから。 でも逆に女性に声をかけたときに、すいません、ありがとうございます、助かりますってなるでしょう。だから男女平等を、訴えれば訴えるほど、男女平等を希望する人がそれを壊してるんじゃないかな、というふうに思うんですよね。もちろんこれは極端な例かもしれません。あの、大筋は男女同権、男女平等であっていいと思うんですよ。でもこういったときにやっぱり、うん、男女の役割の違いとか質の差っていうのは出るのは、そこまではね、 ジェンダーフリーダーって言われるともう打つ手がないでにねだからね女性の人権を擁護するがあまり男性をないがしろにしても許されるみたいな風潮は行き過ぎだってことですかね、まあ、それとは全然関係ないんですけどもビジネスはねやっぱり自分で自分の身を守らないとそれはねはっきり言って詐欺や嘘や災害からも守らないといけないんですよ そんなの想定以外では聞いてないよって言っても自分の生命や財産が損なわれれば誰も代れ変わってくれないですからね警察も自衛隊も国も別に役には立たないですよ現実ね私はそういう現実じゃなくてちゃんと弱者とか守られる社会があってほしいですよでも今日の時点ではそうではないんで自分自身でやっていくしかないと思います将来的にはね誰かが 何とかしててくれるっていう素晴らしい世の中パラダイスが来るかもしれませんけど今のところそうじゃないですからねじゃそうじゃない世の中でどうするかなんですよ不利を被った時に詐欺だインチキだ男女同権だ弱者救済だって言っても誰も立ち上がってくれないですからねうんそれは私も深く経験してるところですねいってらっしゃい